感染防止のために、朝から晩まで頭がいっぱい。本当ですか？本当ですか？ええ。じゃあなんで、休業要請をして100%粗利補償しないんですか？はい、皆さん、こんにちは。アメリカガイです。ですね、月曜、火曜、水曜日と、まあ、今週3日ぐらい、3日ですか、3日間動画上げませんでした。ですね、とあるところに行ってました。で、その件に関する動画は、後日、発表したいと思います。上げたいと思います。でですね、ちょっとね、特に月曜、火曜日ね、ちょっと歩き回ったんで、どんな感じですかね、日焼けがすごいんですよね。こんな、日焼けが、わかりますかね。こんななってんですよね、日焼け。ちょっとわかりづらいかな。ちょっとわかりづらいかもしれない、知れないですね。いや、それでもう特に右手のここが痛いんですよ。ここがちょっと歩き回りすぎて、天気がすごいいいところ歩き回りすぎて。ですけどね、もう完全になんていうかな、まあ、リフレッシュしたというか、後日、その動画アップします。でですね、今日はですね、もうこの3日間でもう結構溜まってるんで、記事が。まあ、それでちょっと吟味して、まずこの記事上げたいと思います。いわゆる内閣支持率です。でですね、いろんなところ、NHK と読売新聞やってますけども、まず NHK なんですけども、菅内閣支持 33%、 もう30%切りそうですね。で、内閣が、発足して以降最も低いと。で、不支持率は46%と上がってるんですよね。支持率が下がって、不支持率が上がってるということなんですよ。でですね、これが NHK ですね。あともう一つ読売新聞でもやってるんですけども、読売の方はまだ若干内閣支持率ちょっと高いんですよね。ですね、音ですか？今日は7月15日木曜日で、13日だから火曜日ですね、火曜日。火曜日に上げた、まあ、記事なんですけども、アップされた記事なんですけども、ですね、30、37%なんですよね。全国平均、まあ、37%。NHK よりも若干ちょっと高い。で、不支持率が63%なんですよ。ああ、50パス、53%なんですよね。でですね、この読売新聞ですね、東京に限った、その内閣支持率なんですよ。東京に限ってのその内閣支持率は28%なんですよね。これはですね、もう30%切りましたね、東京。まあ、東京で。まあ、これはですね、もうオリンピックですね。オリンピックをまあ、強行的に開催するということ。あともう一つは、無観客なんですよね。無観客でやろうとすると。無観客でやって OK なんていう人、ほとんどいませんからね。なんでね、そういうふうな影響もあって、もう本当にもう、オリンピックです。オリンピック疑惑っていうかな。そんな感じになってますよね。でですね、やっぱりこの支持率上がるも下がるも、おそらく菅内閣っていうのは、二つのことを、まあ、重要視してると思うんですよ。一つはワクチン接種ですね。やっぱりワクチン接種、65歳以上からガンガンやってきました。で、65歳以上のその、新規感染者数だとか、死亡率とかっていうのは下がってきてるみたいです。下がってきてるんです。ちょっと詳しい数字ちょっと忘れちゃいましたけどね。下がってきてるみたいです。だから、ある一定の効果はあるというふうなことは言われてます。ただね、ワクチン打って、それが原因かどうかはわかんないですけど、死亡した方もいらっしゃるんでね。まあ、それはどこの国でもあります。なんでね、このワクチン接種、今ちょっと滞って、はかどってないんですよね。ちょっとブレーキがかかってます。実際私も、あれですよ。私のところは、その、8月いっぱいまではもう予約埋まってるんで、9月以降なんですけども、私はその8月いっぱいで予約取れなかったんで、9月、10月、11月下手したら、来年になっちゃうかもしれませんね。ワクチン打つの。ごわごわ、わしめんの。で、ニンニク。で、あとは、しじみラーメンですね。で、これ、肉の塊。肉の塊、わかるかな？肉の塊。まあ、そんな感じなんでね、本当にね、接種のスピードを早めてもらいたいんですね。だから、このワクチン接種のスピードが早まれば早まるほど、多くの人が打てれば打てるほど、支持率の下げ止まりが
期待されます。あともう一つは、その、オリンピックですね。オリンピック成功するかどうか。うん。無観客でのオリンピックの盛り上がりってどうなんでしょうね。ちょっと厳しいものあると思いますよ。なんでね、この二つ、共倒れする可能性があります。でですね、この東京オリンピック終わってからもう政局ガラリとかありますから、もう選挙になりますからね、衆院選挙が行われますから。なんでね、オリンピックの出来、もうオリンピックの良し悪しで、どうなるのか、ちょっと見てみたいとは思いますけどもね、まあどうなるかちょっと私もわからないです。ただ、まともに考えると無観客なんで、盛り上がりに欠ける部分があると思います。まあ日本代表の選手、日本がオリンピックでその金メダル100個ぐらい取れば、それは盛り上がるかもしれません。連日連夜。まあ10個ぐらいだったら、まあ盛り上がらないでしょうね。だから目標ね、オリンピック金メダル30個以上ですね。30個以上取れば、まあある一定の成果が出てきたら、出せるんじゃないかなとは思いますけども、どうでしょうね。なんせ結果が出ても、その無観客なんで盛り上がりかけると思うんですよね。なんでまあこの二つにかけるしかないです。現状では。でですね、そんなこんなで、私、先立っての動画で、西村経済再生担当大臣のその失言、もう大いに、まあ、こき下ろしました。もう早くもう、とっちゃん坊ややめえやと、サムネにも書いてくれですから。で、いろんな人ももう辞任要求してます。まあ本人は辞任しないみたいですけどね、しないみたいですけども。でですね、これはあの動画ちょっと思い出してもらいたいんですけども、まあ二つから言ったんですね、大きなこと。一つは、その、飲食業、店舗ですね。店舗にそのお金を貸し付けてる。金融機関から、まあちょっと売るのやめてくれないかっていうふうなことを、という圧力をかけてくれないかと。あともう一つは、その飲食業に、飲食店に、卸してる、お酒の販売業者ですね。そっちの方からもちょっと圧力かけてくれないか。という、いわゆるこの二つの圧力問題。まあ、圧力発言ですか。圧力発言やったんですけどもね。で、まあ、それ、撤退しました。同時にすぐ撤退しなかったんですよね、これ。金融機関の方先行け、撤退して、撤回して。で、その販売業、卸業者ですね。卸業者の方は、13日なんですよ。撤回しての。ちょっと時間下がったんですよ。なんでこんな時間下がってるのか、ちょっとわかりませんけどね。ちょっと、やらしさ感じますけどもね。で、まあ、そういった西村大臣のことをですね、その13日、おとといですが、菅さんがですね、菅総理がコメントしてるんですね。で、ちょっとそのコメントのところ、ちょっと途中から読んでいきたいと思うんですけども、まあ一応、まあ、多くの皆様方に大変ご迷惑をおかけしたことについて、私からも、菅首相からも、お詫びを申し上げたいと、まあこんなことを述べてるんですよ。で、その後ですね、その西村さんのことについては、感染防止のために、朝から夜まで頭がいっぱいで、いろんな対策を練っていると思っている。そういう中で丁寧に説明していくことが大事だとしたということなんですけどもね。感染防止のために朝から晩まで頭がいっぱい。本当ですか?じゃあなんで休業要請をして 100% 粗利保証しないんですか?なんで 100% 粗利保証しないんですか ?100% 粗利保証して。なおかつそれで経済が冷え込むと。そうしたら消費税廃止すればいいだけの話なんで。これをやらないっていうことは、朝から晩までろくでもない政策を考えてるってことになりますよ。まあ、実際そうなんだと思います。だって、本当に、まあ、感染を防止して、それでまあ、新型肺炎収束させたいんであれば、動きを止めると。だからまあ 100% 粗利保証して、するからその代わり休業要請。それで、消費税廃止。で、あと、まあ、その間、国民生活困ったら、まあ、一律、まあ、15万とか20万とかのその定額預金、バーンってやる。国民全員ですからね。国民全員ですからね。やると。まあ、そういうふうなことをやればいいと思う。だから、別に考える必要ないんですよ。それをやればいいだけの話です。なんでこれやんないか。もう何回も言ってますね。緊縮財政だからです。まあ、財務省と一蓮托生というか、財務省の犬というか、
まあ、まあ、とりあえず、まあ、ズブズブですよね、財務省と。なんでね、そういうふうな、悪い連中とのズブズブだから、まあ、それ、まともな政策以外のことをやろうとするんですよ。まあ、西村さんにしろね、菅内閣に、まあ、菅内閣ですよ。菅内閣。なんでね、もう、弁解の余地はないですよ。菅さんも、その西村さんも弁解の余地はないです。本当に、まあ、やめたい、やめたいんであれば、それやればいい。で、オリンピック過ぎた後、それやるかどうかです。まあ、やらないでしょうね。まあ、やらないでしょうね。オリンピックの間でも、まあ、うちにいてくれっていう意味では、まあ、それ、やるかもしれませんけどもね。やってもいいと思いますけどね。だからもう、基本がなってない。まあ、緊縮財政という実験に大失敗したんですよ。緊縮財政という実験は大失敗に終わったんですよ。それをまだやろうとしてる。財務省と手を組んで。もうすぐさま財務省と手を組んで、まあ、たもとを分かって、それで、早く、財政出動やれば問題解決です。そうすれば内閣支持率も分かります。もうね、何十回も言ってることを言ってるんですけどね、やろうとしない。本当にもうね、ぐずぐず菅うどん政権ですよね。うどん政権ですからね。うどん政権じゃないですよ。うどん政権じゃないですよ。ぐだぐだ菅うどん政権。まあ、オリンピック終わったらどんななってるんでしょうね。オリンピックの盛り上がり次第、あとワクチンの接種、接種率っていうんですかね。接種人数っていうんですかね。まあ、それ、どれぐらいまでいったか。もう、この二つでもう、やるしかないですね。もしこの二つが、もう見込めないんであれば、すぐさま私の言ったように消費税廃止して財政主導ですね。もうそれ以外ないですよ。まあどうなるか。まあね、この話もうちょっとね、もうちょっとまあ長くやりたいんですけど、もうちょっと時間が来たんで。今日はまあこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。